はい、今日はね、旅行パート2ということで、今日はね、大阪へ見たいと思います。もう何で戻るんだみたいな感じなんですけども、向かいたいと思います。さて、電車を待ちましょうかね。はい、今こんな感じで、コウノトリかな、これは止まってますね。ちょっと休憩。すごい、お、あそこに止まってますね。元コウノトリ、国鉄色、国鉄色で、これが、楽しく入ってきた4両から4両から走ってるんで、はい、まもなく大阪に着きます。え、もうすぐ JR 京都線新大阪高槻京都方面は7番、8番乗り場から発車します。大阪環状線西五条沿線情報に逆転解析関西線西十字解析和歌山行き大和路解析並んでお忘れ物をなさいませぬようご用意ください。まもなく終点の大阪、終点の大阪です。降りの際、お足元にお気をつけください。どうもありがとうございます。はい、今ですね、大阪着きましたね。ヨドバシへ向かいたいんですけども、とりあえず、逆だ、これこっちだ逆だで、まあヨドバシへ向かうわけなんですけども、まあね、僕からしたら一回戻ってきたって感じってみたいな感じです。とりあえずヨドバシへ向かいたいと思います。結構しておりますね。え？はい、今アップルストアの中にいるんですけども、ゲーム、
コントロールとか、これは Mac ですね。こちら Mac、 これね、5mm 欲しいね。キーボード、ワイヤレスキーボード2ですけど、これね、ライトニングケーブルで充電できちゃう。おー、ファイナルカットあるじゃん、この Mac の。 Mac のスペック見ようかな。8GB、 僕の 4GB なんでね、すぐ固まっちゃう。で、これ 何GB、 1TB、 SATA ディスクで、これが、Apple Watch ね。 Apple Watch 時計なのに触れちゃうっていうのが不思議ですね。すごい。で、これがね、瀬戸さんとか、ヒカキンさんとか、クックロっていう感じで、このね、スペックを見てみましょうね。メモリ 12GB で、ストレージが 250GB で、12GB。 すごい。はい、今ね、大丸百貨店の、地下2階ということでね、今から、まあ、いろいろやっていきたいと思います。どうか、ここじゃない、どこ、どう、今ナンバー、まっすぐまっすぐ、マクドナルドある。これすぐ壊れるで、これこれ、オッケー、そうなの、知ってる、一回買ったもん、すぐ壊れた、うん、何日ぐらいで、3日、え、高かった、え、高かった、1000円で、1000円が3日でなくなった、うん、そうなの、ここら辺のばっかりで買ったで、僕、え、バッグや、数学用バッグやったら、いい感じじゃん、いい値段、5300円、ニューエラー、え、今から噂のね、バーガーキングに行きたいと思います。あったありましたね。さて、行きましょう。下空いてる、今バーガーキングに、まあ食えるわお前、よろしく。はい、今逆光で何も見えない、やばい、いろいろ込みってます。今からこちらね、ヨドバシカメラとかと Bluetooth スピーカー、何だろう、スピーカーを買ってきます。
つけようこの質はアップル製品にそっくりです。こう、どうだこれ、こうか、こうか、おお、すげえ。こちらが、おお、すげえ。で、この下に充電器が、はい、充電器これ何個も持ってるんですね。で、あとはセットでしょ。よし、あれ、これ絶対俺いつもの動画とは違いますよ、今日。今、噂の恵比寿橋、引っ掛け橋ですかね、マウンチンとかよくいるところですね。さあ、さすがバックはグリコ、グリコですね。さて、行ってみましょうかね。さて、今日は誰かいるのか。はい、今ですね、大阪から、霞へ帰るところでございます。さて、結構買い物しました。帰ってからね、レビューしたいと思います。お土産はね、レビューできないんで、まあ箱だけでも楽しめたらなっていう。とりあえず、3番ホーム、霞行きは3番ホームですね。563番どこや、あった、こっちか。3番、浜風、コンビニある、コンビニあるんか、あそこで買っていくか。とりあえずね、駅に入ったらまた動画撮りたいと思います。はい、今すっげー荷物が重たいんだ。よし、3、4番見えてきましたね。コウノトリの次の浜風、鳥取駅乗りたいと思います。ここですね。今日は疲れた、非常に疲れた。これからね、霞へ行って、まあ、夜ご飯食べたりとか、まあ、したいと思います。またね、落ち着いたらレビューしたいと思います。レビュー動画はまた別に撮りたいと思います。さよなら大阪、今から霞へ向かいます。おー、来ました。お茶とミックスジュースダブルだ。すごい急カーブ。
はい、まもなく霞へ到着いたします。去年ね、夏、降り立ったと思うんですけども、本日2回目ということで、3時間の電車が今日で終わります。今日でっていうか、また帰るといいと思うんですけども、車掌さんな。さあ、ようやく霞でございます。早いね、ちょっと。こっちだ。うわー、豊岡駅と全然違うわ。サブ。はい、本日2度目っていうか2度目じゃないけど、去年の夏以来の霞駅でございます。今回夜バージョンね、すごい。はい、ついでに浜風も送りましょう。